はい、どうもトラ吉の無課金ハオーロードオリックス純正編です。え、今日でログインが、653日目ですね。はい、現在2021年9月21日の、15時55分なんですけども、今回はですね、ちょっとミキサーの方をやりたいなと思います。はい、まずは A ランク自チームミキサーを3回やります。はい、3回やりますね。まだまだ A ランクいっぱい集めたいんでね、やりたいなと思います。で、S ランク自チームミキサーも、1回だけですけどね、ちょっとやろうかなと思います。はい、まだあのシリーズ1シリーズ2関係なくね、ちょっとまだまだ S ランク集めておきたいなと。まあ、A ランクの方がまあ集めたいんですけども、どちらもあのまだまだね少ないんでね、集めていきたいなということで、今回 A ランク自チームミキサー3回、 S ランク自チームミキサー1回やろうかなと思います。やります。はい、その前にですね、プロレス PS マンスリー感謝祭ですね、8日目、8回目ですか、8回目ですね、次回購入8回目ということで、これさっきやりたいなと思います。まあ、このオリックス純正編1回 S ランクね来てますんでね、まあもう一度、これおそらく最後なんでね、もう一度来てほしいなと思ってます。それでは行きます。プロレス PS マンスリー感謝祭プレゼントスカウト8回目 S ランク来い、来てくれ、もう1回。んー、渋そう。ないか、ないな、うわ、なさそう。まあまあ S ランク1回来ましたんでね、まあいいかなと思います。はい、ビラックスね。はい、梅野選手ですね、阪神です、シリーズ1の。はい、まあまあいいです。はい、それでは、一応 A ランク自治ミキサー3回さっきやりますんで、一応欲しい選手の確認だけしておきます。はい、まあ誰でも欲しいっちゃ欲しいんですけども、シリーズ2でいきますと、吉田選手、紅林選手、S ランク持ってますんでね、ぜひ来てほしいなと思ってます。で、シリーズ1で言いますと、シリーズ1で S ランク持ってるのは佐野選手で、吉田選手ですね、で山岡選手、このあたりちょっと来てほしいかなと。あと比嘉選手が、あの覚醒の比嘉選手、3枚持ってますんでね、比嘉選手も来てほしいかなと思いますね。まあとりあえずこの山本選手以外やったら結構誰でもいいかなという感じなんでね、まあ違う選手来てほしいです。山本選手以外の選手だったらね、いいかなと思います。はい、それではミキサー3回、 A ランク自チームミキサー3回いきます。まずはもう上からいきますね、1回目。はい、山本選手以外やったら、まあ、S ランク持ってる選手来てほしいです。いきます、1回目。さあ、まあ、佐野選手、吉田選手、比嘉選手、山岡選手、この辺り紅林選手とかね、来てほしいです、できれば。さあ、1回目、誰、福田選手、福田選手いいですね。はい、これね、僕あの、オリックス純正でね、あのオーダー組むと、あのセカンドまだ B ランクやったんで、これで一応ね、あのセカンドも A ランクになりますんで、これ嬉しいですね。はい、福田選手、はい、いいですね。はい、それでは2回目いきます。上からいきますね。はい、この5枚でいきたいなと思います。 S ランク持ってる選手できれば来てほしいです、お願いします。さあ、比嘉選手、佐野選手、紅林選手、吉田選手、山岡選手、この辺り来てほしい。さあ、2回目、誰、山本選手来た、山本選手、これで称号用4枚目ですわ、結構来るなまあね、山本選手強い選手なんでね、もう名前あってもいいかなとは思うんですけども、今あんまり来てほしないですね。もうね、もうちょっと来てほしくないです、山本選手よくわ。それでは3回目いきます。できればね、山本選手以外で来てほしいんですけども、1,2,3,4,5枚ですね。はい、これでいきます。山本選手以外で来てほしいです、いきます、3回目、お願いします。山本選手以外やったら結構誰でもいいんで、山本選手やめてくれ、もういいよ。さあ、3回目、誰、あ、宗選手、これで、A ランク3枚目ですね。はい、まあ全然いいですね。はい、宗選手来てくれましたね。はい、まだ S ランクは持てないんですけども、いいですね。はい、それでは、S ランク自チームミキサーを1回だけやりますんで、ちょっと一応欲しい選手確認しておきます。まあシリーズ2やったらね、まあ田島選手、足立選手、宮城選手ですね、富山選手、一応ねシリーズ1持ってますんで、シリーズ2の方が強いんですけど、
まあ、現状で言うとね、S ランクを幅広く集めたいんで、富山選手以外で来てほしいかなと、贅沢言うならば、田島選手、足立選手、宮城選手来てほしいなと思います、シリーズ2は。シリーズ1で言いますと、シリーズ1もね、まあ、佐野選手、山本選手、富山選手と思ってて、まあ、この比嘉選手と田島選手、明るくなってますけど、これはもう、12球団編の時に、ミキサーに入れた選手なんで、今はいませんのでね、まあ、この佐野選手、山本選手、富山選手以外やったら、まあ、誰でもいいかなっていう感じです。はい、まあ、被ることはね、まだないとは思うんですけども、あ、紅林選手もそうですね、紅林選手も、この4名以外やったら誰でもいいかなという感じですね、シリーズ1は。はい、これでいきたいなと思います。まあ、まだ大丈夫だと思うんですけどね、被るのはね、はい、被ってほしくはないです。上からいきます。はい、この5枚でいきます。そうですね、Sランク持ってない選手、できればまあシリーズ2がいいですけど、別にシリーズ1でも全然いいんでね、被らず来てほしいなと思ってます。それではいきます。S ランク自治ミキサーお願いします。かぶらず来い、かぶるなよ。まだ大丈夫だと思うんですけどね、かぶるね、ちょっとでも若干怖いですね。えらいまで若干怖いんですけど、かぶらず来てくれてれば誰でもいい。さあ誰、おお、杉本選手。はい、杉本選手いいですね。はい、杉本選手、まあ、シリーズ2でね、もっと強くなると思いますけども、まあ、シリーズ1の杉本選手、一応 A ランク2枚目持ってる、2枚持ってますんでね、まあいいかなと思います。はい、ライトですね。はい、いやいや全然いいですね。ちょっと一応能力見ますね。はい、今ねすごいですからね、杉本選手ね、おそらく、シリーズ1でしょうね、シリーズ2でもっと能力上がるかなと思いますけども、守備がライト D、弾道高弾道、ミート67、パワー78、走力73ということで、まあ、シリーズ1でも全然強いんでね、まあいいかなと思います。結構いい選手取れたかなと思いますね。はい、ライトですね、補給 31F、 ほう、はい、超広角パワーヒッターチャンスということで、いい特殊能力ついてますね。はい、まあシリーズ1ですけどね、まあシリーズ2でおそらく強くなるのかなと、来年とかね強くなると思いますけども、まあ現状では貴重な戦力なんで良かったかなと思います。 A ランクも2枚持ってますんで、いい選手取れたんじゃないかなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じですね。まあ今日からスターロードのね、6日間のイベントで来てますんでね、こちら累計で S ランク100勝ありますんでね、この辺もまあ、もしオリックスの選手また出なければ、ミキサーの方に回していってね、まだまだ、シリーズ1、シリーズ2ね、関係なく A ランクも S ランクもね、まあ、A ランクの頻度よりももちろん、じゃ S ランクの頻度よりもね、A ランクの頻度の方が、多いと思いますけども、ミキサーの方もね、バンバンしていきたいなと思ってます。はい、プロスペースマンスリー感謝祭、トータルで S ランク1枚出ましたんで、これはこれで良かったかなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロードオリックス純正編でした。